左で離す、インパクト同じ高さにセットする、左でセット、よいしょ、シンプル。こんにちは、テニス三六五水田です。本日は両手バックハンドのコツを解説していきたいと思います。でバックハンドなんですけど、その日良くても次の日ちょっと感覚悪いなっていうところがご経験あるかなと思いますので、基礎的なところを解説していきたいと思いますので、本日はよろしくお願いいたします。でまずグリップなんですけども、僕右利きなので両手のバックハンドは基本的に左手が大事になってくると思います。左手の持ち方なんですけど、インパクトの時にですね、当たりの時にどういうグリップで持ってあげた方が自分がこの形っていうんですかね、地面から垂直かな、ちょっと取りやすいかなっていうところを考えていただいて、ちょっとグリップ厚く持ってみて、こう面が作りやすいのだったらそれでもいいと思いますし、薄く持ってみてこう持ってきた時に面が作りやすい、それだったらそれでいいと思うんですけど、ちょっと持ってみた時にこう面が下向いたりだとか上向いたりしてしまうと、多分そのグリップは合ってないと思うので、まず左手で持ってみて、自分がどのグリップだったらこうまっすぐラケットを作りやすいか、そこに対して右手が、まあ、この左手に対して厚く持った方が握りやすいのかな、まあ、ちょっと薄めで持った方が握りやすいのか、そこは人それぞれあると思いますので、この左手に対して右手もどういうグリップが自分にとって持ちやすいか、この面が作りやすいかをですね、ちょっと一度見直してみて、このグリップに関してはそこをちょっと意識してやってあげてください。ボールが飛んできました。テイクバックの仕方なんですけど、まあよく体を回して右肩を乗っけましょうっていうのはちょっと聞いたことあると思うんですけど、そこまでしちゃうとどうしてもこの左の脇が締まっていってしまうので、そうすると肩も上がってこういう形にスイングをさせられてしまうので、できればこの左肘体にくっつかない、脇閉じないようにこの左手を外側に持ってこれるようにですね、バックハンドは外側に持ってきてラケットを振っていきたいので、まあ、これが両手で握った時もこの脇を少し開けるようなイメージ、それか、まあ、左手を外側に持ってくる、ラケットを外側に持ってくるっていう意識の方がここスペース取りやすいよって方はそちらでも構わないと思いますので、まあ、脇をある程度開けるようにすること、左ラケットを外側に持ってくること、体を回すのではなくて外側にラケットを持ってこれるようにテイクバックの方はちょっと準備してあげてください。テイクバックした時にラケット立てますよ、ラケットをそのまま寝かしたまま引いてきた方が打ちやすい方いらっしゃると思うんですけど、まあ、そこはあんまり気にしなくていいかなと思います。先ほども触れましたけども、ここの脇が開けやすい、ちょっと肩も上がらないようにしてほしいので、脇が開けやすい形が立てた方がしやすいのか、それとも寝かした方がしやすいのか、ここの違いだと思いますので、そこは本当にオリジナリティ出てくるところだと思いますので、絶対立てなさい、絶対寝かせなさいというところはないので、テイクバックしてみて、あ、立てた方がやりやすい、ちょっと寝かした方がやりやすいくらいの感覚でいいかなと思いますので、そこはあまり気になさらず、ちょっとここのスペースとラケットが左側にあることをちょっと意識してやってあげてください。あとは打点だと思うんですけども、前で取りましょう後ろで取りましょうあると思うんですけど、まずそこの前後ろを気にする前に、インパクトした時のここの横の距離感を一番気にしていただきたいので、打点を決める時に自分の左足軸足となる部分よりかは外側で取ってあげてください。まあこれちょっと遠いかもしれないですけど、まあ少し自分の軸足より遠くで取れるように意識してやってあげてください。これが軸足の後ろにボールが来るように設定してしまうとこんな形になってしまうので、まあ、もちろん脇もちょっと締まって肩も上がりやすくなる状況ではありますので、できるだけこの自分の軸足より外側、なおかつ脇を開けられる場所で取ってあげられるように、横の距離を意識して打点を作ってあげてください。このままインパクト作りました。じゃあその後のフォロースルーなんですけど、まあ、このまま、まあ、スイングが前に持っていくのではなくて、せっかく外側にセットしたので、その外から内に向かってラケットを
持ってこれるようにちょっとしていきたいので、やっぱ前前って意識が強すぎるとどうしてもこのままバランスも崩れていきやすいので、まあ、両足地面について追われるぐらいスイングとしては前ってよりかはそのまま内側に向かって、外から内側に向かって終わってあげられるようにフォロースルーを取ってあげてください。それでは今解説させていただいたことをちょっと球出しで実際に打っていきたいと思います。実際にボールが出てきた時に自分の軸足よりボールを外側に呼び込んでこれるようにちょっと動いてあげることは必要なんですけども、まあ、一番はラケットワークが大事になってきますので、ここの左の脇が締まらないようにですね、できるだけ外側にラケットを引いてあげること、その中で、まあ、ボールをできるだけ自分の軸足より外側で迎えてあげられるように、ちょっとそこを意識しながら打っていきましょう。外で取ってあげる、外側で取ってあげる、このテイクバックも外にしてあげることによって脇が開いてくるので、実際に片手一本でも打っていけますので、これが脇締まっちゃうとちょっと振りづらくなっていってしまいますし、こう体を回してこないといけなくなってしまうので、脇を離す、脇を離す、でテイクバック立てる立てないは本当にオリジナリティ出てくるところだと思うので、よいしょ、おっとっとっと、よいしょ、外側で捉える、外側で捉える。でバックハンドを打つときに、まあ、大体3パターンぐらいいらっしゃると思うんですけど、左手メインでちょっと力を入れていくよって方と、まあ、右手の割合の方が強いよって方と、まあ、両手で打った方がバックハンド楽だなって方いらっしゃると思うんですけど、今回は左手をメインに使ったバックハンドをちょっと解説させていただいているので、まあ、その時に、まあ、打点が前になりすぎていってしまうと、この左手だけでもこうやって体が倒れていってしまうとうまくバックハンド打てなくなっていってしまうので、しっかりとボールを引きつけてあげることですね。引きつける基準としては自分の両足ですね、左足右足がしっかりと地面に残っておくこと、この左のかかと上がってしまうのはしょうがないので別にベタッとくっつける必要はないんですけど、この左足ができるだけ地面に残っておくこと、つま先だけでもいいのでちょっと地面に残しておいてあげることですね。そうすれば打点が前で取りすぎていない証拠になると思うので、これが前取りすぎた時どうしても離れていって体が突っ込んでいっちゃう、そうなるとパワーも出ないですし少し抜けたボールになっていってしまうので、まあ、できるだけ地面に残す残す残す、で左手メインで使ってるよって方は打った後にこの右手が抜けるとなお左手の動きを意識できているかなと思いますので、ちょっとバックハンド練習してる時に打った後こう右手が離していけるように、ボールを引きつけて打ちましょうって聞いたことあると思うんですけど、まあ、僕の中ではこの今何回かお伝えしましたけども、この地面に両足がついた形で取れるところが基本的には引きつけられている状況だと思いますので、これが前で取りすぎてますよってなった時どうしても片足が浮いちゃったり、じゃあ引きつけてるのにそれ遅いよってなってる時は多分右足が浮いちゃったり、どっちかの足に荷重しすぎてしまってる状況だと思うので、引きつけて打てる時っていうのはだいたい五分五分ぐらいのバランスだったり、まあ割合としても4-6、左足が4だとして右足が6ぐらいでも引きつけられていけるかなと思います。これが9:1だったり、まあ、10:0だったり、過度に重心の割合が片方によっていってしまうと引きつけられなくなっていってしまうので、まあ、そこだけちょっと注意していただければいいかなと思います。両手バックで僕がちょっと見させていただいてちょっと苦手そうだなって方の特徴なんですけど、やっぱり打点に対して結構前で取っていってしまうことですね。この右足をちょっと使いすぎてしまって右足がどん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 広くなっていってしまう、このスタンスがですね広くなっていってしまったりだとか、
まあその右足、まあ右利きっていうのもあると思うんですけど、まあ右足をメインに動かしてしまって、だいたい打点が全部踏み込み足より前になっていってしまって、足広げすぎてこういうパターンですね。体が倒れちゃう。でボールももちろん持ち上がりづらくなっていってしまうので、こういうパターンが何回か見受けられるので、やはり先ほど何度かお伝えしましたけども、軸足から動いてあげられるようにすることですね。で軸足から動くっていうところなんですけど、左足と左手をメインにバックハンドは動かしてあげられると、少しボールとの距離も測りやすくなると思います。オープンスタンスで取りに行くぐらいでも構わないので、ちょっと意識的に右足を使うのをちょっとやめてあげましょう。左足、左手、左足、左手で、これができれば右手も抜いて打ってあげられると、なお両手バック打つのが楽しくなってくるはずだと思うので、できるだけ左手、左足動かす。その中で右足がついてきましたよってなった時に、前で取りすぎることっていうのは減ってくると思いますので、よいしょ、できるだけ左手と左足をメインに動かしてあげられるように、両手バックは意識してやってあげてください。右足が強く出ちゃったり、右足の近くで打点を捉えていってしまうと、まあ、どうしても右利きなのでその方がしやすいよって方いらっしゃると思うんですけど、ではなくて左足を使っていただいたり、左手を使っていただきたいので、そうしてこないとどうしても左側で打点を迎えるショットになりますので、できるだけ左側でインパクト捉えたい。でボールの高さもできれば左手で合わせていきたいので、ボールが出てきた時に左手と同じ高さにボールを迎えてあげられるように、左手と同じ高さにボールを迎えてあげる。これが右手を合わせにいっちゃうと、ちょっと上から入り、右手と同じ高さで入っちゃうと結構、まあ、極端にやりましたけど、ちょっと上から下に入る動作がどうしても強くなっていってしまうので、左手と同じ高さにラケットを持ってくる。それを両手くっつけた時も同じで、左手と同じ高さにボールを持ってくる、同じ高さに持ってくる。今ちょっと極端にやってますけど、それぐらい、これぐらいちょっと左手とボールの高さを合わせてあげられるようにですね。動画を見ているあなたにおすすめ、テニスでの疲れや怪我をパーソナルストレッチで対策、ドクターストレッチ。詳しくは概要欄をチェック。はい、で実際にラリーの方ですね、やっていきたいと思うんですけども、おさらいからいきます。テイクバックの時にですね、脇を締めないようにしっかりと離して準備してあげられるようにですね、ここが締まらないように脇を離す。で左側でしっかりとインパクトを迎えてあげる。せっかく脇を開けたので、インパクトの時もできるだけ左側で取ってあげられるようにですね。でテイクバックの時なんですけど、脇を開けるって言いましたけども、肘をここまで開けるような脇の開け方してしまうと肩も上がってきてしまうので、まあ肘伸ばした状態で外側に持ってくるか、ちょっと曲がってもいいので、肘がこう上がりすぎないようにだけ気をつけていただいて、テイクバックちょっとしてあげましょう。インパクトと、そうですね、ボールの高さに対してしっかりと左手を合わせるってところをちょっと意識しながら、ちょっとラリーやっていきましょう。お願いします。いや、開けるインパクト、脇を開けて左側で取ったげ、脇を開ける、よいしょ、脇開ける、同じ高さ、左手とボールを同じ高さに合わせて打ってあげる。脇開ける、よいしょ、インパクト、よいしょ、脇開ける、インパクト取ってあげる、脇開ける、同じ高さで取る、同じ高さにインパクト持ってこれるように、同じ高さにセット、よいしょ、よいしょ。まあラリーの時にいっぱい考えても少し難しいかなと思いますので、左側にテイクバックする、まあここを意識できれば大体脇も開けてこれるかなっていうところですね。か、まあどちらでもいいです。脇を開けることを意識して準備してあげる。
準備の段階は脇を開けることか、ちょっと外側にセットする、そこをちょっと意識してやっていただくことと、あとはもうボールの高さに左手をしっかりと合わせてあげましょう。そうすれば大体ボールとの、まあ、打ち損じは少し減ってくるかなと思いますので、できるだけボールの高さに左手を合わせる、そうすればインパクト結構きれいに取れること多くなってくると思いますので、もうちょっとシンプルにしてあげましょう。左手離す、インパクト同じ高さにセットする、左手セット、よいしょ、シンプルに、よいしょ、外側同じ高さに左手、外側同じ高さに左手、外側同じ高さに左手、よいしょ、よいしょ、左、よいしょ、まあ、左手のことを考えてあげられると右手が自然と力抜けてくるかなと思いますので、左手開ける、同じ高さセット、開ける、同じ高さセット、開ける、同じ高さセット、あ、遅れた、開ける、同じ高さセット、開ける、同じ高さセット、はい。おさらいとして脇をしっかりと上げてあげることですね、まあ、大きく開ける必要はないんですけど、まあ、手のひら1枚分ぐらいですかね、入るぐらいのスペースがあれば一番いいかなと思います。それぐらいちょっと開けていただくこと、なおかつそれを意識するのが少し難しいなって方は、左手をちょっと外側に置いてあげられるようにですね、そこをセットしていただいて、でボールが来る高さに対して左手、こちらの持ってる上の方の手をですね、高さ合わせて上げられるようにちょっとセットしてあげてください。まあ、グリップ等いろいろ言わせていただいたんですけど、一番は自分が握ってみてこの面の作りやすいこの形が一番いいかなと思いますので、人によってはこれぐらい薄い方もいらっしゃいますし、ナダル選手とかみたいにこうやって厚い方もいらっしゃるので、一番はインパクトを取ってみた時に、あ、この面の形で作りやすいなっていうグリップをまず探していただいて、引き続きバックハンド練習してあげてください。で次回はフォアハンドのスピンのかけ方のコツをちょっと解説していきたいと思いますので、次回もまたよろしくお願いいたします。